ソンマーゾロッキは、イタリアベネツヤ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。2004年から所属した SS ラツヨではキャプテンを務め、リーグ戦200試合以上に出場した。2008年2月20日、クラブとの契約を5年延長した。2009年には、クラブのコッパイタリア及びスーペルコッパー、イタリアーナ優勝に貢献した。 2011から12シーズンは、ミロスラフクローゼの加入や、負傷の影響により、出場機会が減少。2013年1月4日、前日より練習に参加していた、インテルナツヨナアレミラノに移籍することが発表された。4月8日のアタランタ BC 戦で加入後初ゴールとなる先制点を挙げ、セリエ A 通算100得点を達成した。 シーズンが閉幕すると契約満了に伴い、インテルを退団し、フリーとなる。11月13日、セリエ B のカルチョパドバとシーズン終了までの契約を締結した。2014年8月22日、ソンバトヘイ・ハラダーシュへフリートランスファーで加入。ラツヨ時代の同僚であったエミューソン・クリバリと再会した。翌シーズンからは、 同胞のブルーノ・ジョルダーの率いる FC タタバーニャで1年間プレー、した。2016から17シーズンより SS ラツオの下部組織で指導者としての経験を積む。2018から19シーズンは同クラブの U-14 部門で指揮を取る。2006年8月にイタリア代表デビューを飾る。2008年には北京オリンピックにオーバーエイジ枠で出場。 大会途中で飛骨を骨折しながらもグループリーグ第2戦の韓国戦に出場しゴールを決めた。ありがとうございます。